憲法を改正させたくないっていうだけで、私は選挙には行くつもりだけどね。憲法を変えさせないために選挙に行く。そうだけど、自分でどうしたらいいかっていうのは、私とかおすぎはいつでも、ゲイなんて生まれた時から反体制だからさ ね、だから保守側につくなんてことはないのよね。私は憲法改正なんか一つもしてもらいたいと思ってないし、96条の改正ってお溜め逃しみたいなこと言ってるけど、本当はその先の9条を改正したいわけでしょ。改正っていうのかな、改悪したいわけでしょ。私は戦争をしないっていう憲法って大事な憲法だと思ってるし。だってやっぱり戦争をしなかったために、どっかの戦争を介入したり、まあどっかの戦争に誰かが派遣されてて、自衛隊というのか軍隊が誰かを殺してきたり、日本の人が戦争の犠牲者になったり、まあ内乱やなんかはあったとしても、大きな戦争のところに日本がわざわざ行って、死んでる人出してないのはこの憲法のおかげだと私は思ってるしね。アメリカ軍からもらったとか与えられたとか押し付けられた憲法だって言っていることに、私はとてもね、作為を感じるっていうか、岸信介という人の、紳助っていうの、信介岸です信ね。介でいいんでしょ、岸信介という人の亡霊が安倍さんにくっついてると思ってない。私は安倍さんが嫌いだからさ、本当のこと言ったら、あの時投げ出した時にもうやめるべきでね。それも何もしないで自分の体の具合が悪いっていうだけで投げ出した人がまた総理大臣になったってところから名誉だと思ってるの。私は原発ずっと反対しなきゃいけないと思ってるし、福島のことをちゃんとどうするのかを説明してもらいたいし、今本当にどうなってんのかっていうことも、もっとちょっと全部明らかにしていかないといけないと思うし、アメリカからどういうふうに言われているのか。私は原発を急いでるのは、アメリカから言われている事情もあると思うのね。だからそういう意味では、この原発の話っていうのをちゃんと話題にしてくれないと、選挙の話題に入れてくれないと困ると思ってる。私なんかもうだって68でもうどのくらい生きるか分かんないから、私なんかどうなってもいいのよ。だけどどうせなら、こんな素晴らしい憲法を持ってて、戦争しないってほど理想が高い、誇れる憲法を持ってる国が、このままずっと何代も何代も続いてくれればいいと思ってるのね。